ヘルシンキ宣言、または、ヘルシンキ合意は、1975年7から8月、フィンランドのヘルシンキにおいて開催された、全欧安全保障協力会議で採択された、最終の合意文書のこと。宣言に署名する東西の首脳。左から、シュミット西ドイツ首相、ホーネッカー東ドイツ社会主義統一党書記長、アメリカのフォード大統領。 オーストリアのクライスキー首相この全欧安全保障協力会議にはアルバニアを除き、ソ連を含めたヨーロッパ33カ国、アメリカ、カナダの、計3 5カ国の首脳が参加した。ヘルシンキ宣言は、国家主権の尊重、武力不行使、国境の不可侵、領土保全、紛争の平和的解決、内政不干渉、人権と所持有の尊重などの原則。 信頼情勢措置の促進などの安全保障や技術協力などの推進を掲げ、冷戦時代の東西対話に大いに役割を果たした。1989年の東欧革命や、それに続く冷戦の終結を踏まえ、1990年11月新たにパリ検証を採択。事務局長、紛争防止センター。 自由選挙促進事務局の設置を決定し、常設機関として準備を進めた。その後バルト3国や独立国家共同体の10カ国等も加わる。1994年12月には、ブダペストで開催された全欧安全保障協力会議において52カ国参加の元正式に常設の OSCE の設置を決定。 名称を欧州安全保障協力機構に変更。1995年1月発足。これまで単に会議の連続体に過ぎなかった CSCE を紛争予防、解決の実行力を伴う組織とし、地域安全保障機構にすることを決定。1999年にはヨーロッパの安全保障憲章を採択し、機能強化を進める。 2004年55カ国が加盟。日本は1992年7月に準加盟国として参加が認められた。ヘルシンキ宣言は条約ではないがソビエト連邦の崩壊後でも国際交流の現状であった。2014年クリミア危機に関連してこの宣言が注目されている。ありがとうございます。